最終日の福岡 SG 第63回ボートレースダービー。潮位は下がってもボルテージの方は上がってきました。準優3着4着に敗れた選手の戦い、特別選抜 A 戦第11レースを迎えました。出走メンバーは1号艇広島の辻栄造、2号艇東京の斉藤仁、3号艇兵庫の魚谷智之、4号艇埼玉の桐生純平、5号艇大阪の太田和美、6号艇群馬の佐田俊之、以上の6人の選手によって争います。人気を集めました1号艇の辻栄造がゆっくりと1コースへと入ってきます。そして2コースは2号艇の斉藤仁、3コース3号艇の魚谷智之、4コース4号艇の桐生純平、5コース5号艇の太田和美、そして最アウト6コースが6号艇の佐田俊之です。後方に引っ張った角の地、4コースが4号艇の桐生純平、一方陰線は注目期待集まった1号艇の辻栄造です。特別選抜 A 戦第11レース枠なり3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です。しました。3号艇の渡りがスタートへこんでしまいました。さあスイットを伸ばしていくのは1号艇の辻栄造、1周1マークの旋回、インから先前1号艇の辻、握ったのは4号艇の桐生、ズバッと刺してきた2号艇の斉藤仁、さあバックスレッジ、2番の斉藤、1番の辻、2号艇1号艇並んだ先頭争い。スタートは前編正常でした。トップ争いとなりました2番の斉藤仁、1番の辻栄造、1周2マークの旋回、2号艇の斉藤仁が先行した。切り込んでくる1号艇の辻栄造、両者粘っている。2番の斉藤、1番の辻、その後ろ定価が空いた。3番手には4号艇の桐生純平です。さあ直線かわします。2号艇の斉藤仁、追いかける1号艇の辻栄造、2周1マーク、先行するのは2号艇の斉藤仁です。1号艇の辻栄造、おっと2号艇の斉藤、ボートが暴れた。その間に抜いた1号艇の辻栄造、1番の辻が先頭に上がりました。惜しくも2番手交代は2号艇の斉藤仁、その後ろ3番手が4号艇の桐生純平。上位体系は1番2番4番、西の2枠トップ旋回は1号艇の辻栄造、2番手切り込んでくる2号艇の斉藤仁、ファーゼットに届かないか、食い下がってくる2号艇の斉藤、その後ろ定冠が相手の3番手に4号艇の桐生純平、後続は6番の久田、5番の太田、最高峰3番の魚谷。さあ抜きつ抜かれつのトップ争いとなりました。3周の1枠先行するのは1号艇の辻栄造です。2号艇の斉藤、ここは届きませんでした。定冠離されてしまいました。これで上位の体系は1番2番4番です。この1、2、4、3連単オッズは 16.4 倍です。シリーズ待望の初勝利、そして通算では1498勝目を迎えます。1号艇の辻栄造、2番手が2号艇の斉藤仁、3番手が4号艇の桐生純平、まもなくゴールです。先頭1番五輪、2番五輪、4番五輪、6番五輪、5番五輪、3番五輪、以上全編五輪しました。スタンドからも大きな歓声が上がりました。トップ争いでしたが、勝ったのは辻栄造選手。1500勝まであと3勝というところだったんですが、ここで1勝挙げました。2着が斉藤仁選手、そして3着に桐生純平選手、1、2、4の組み合わせ。斉藤選手が一旦ね、刺して前走ったんですけどね、はい、はい、ちょっとバランス崩れましたかね。そうですね、2周1マークですよね。